住所不定・無職の高橋清容疑者は去年11月 JR 福島駅西口で持っていた小型ナイフを使い男女2人に切りつけけがを負わせた傷害の疑いが持たれています高橋容疑者は間違いありませんなどと容疑を認めていますが検察は刑事責任能力を問えるか判断するために今日から精神状態を詳しく調べる鑑定留置を始めました 期間はきょうから2か月間で検察は鑑定結果を踏まえ起訴するかどうか判断する方針です。